ラフォーダイエッターのももです。今日は105キロの女が本気でダイエットしたら何キロ痩せるのかの中間発表。私もともと105キロありまして、本気でダイエットしてからちょうど半年が経ちました。かなり最初の頃よりは顔がすっきりしてきたと思うんですが、一体何キロ痩せたと思いますか？前回の測定が9月11日に測定しました。9月11日から本日10月16日の間でどのぐらい痩せたか、そしてスタートからどのぐらい痩せたのか、動画にまとめてきましたのでご覧ください。それではレッツラドーン。測定しに行くよ。行こうか。本日11月、間違えました、10月の16日で、前回測定したのが10月の11だっけ、11です。いい感じらしい。さてどうなったかな。今月はちょっと体も心も疲れて、もう投げやりになった週がいっぱいあるから、いつも不安だけど今月は特に不安。さてさて、結果をね見ていこうと思うよ。はい、お願いします。スタートが105キロ。頑張ったね。今、14.7 です、本日。イエーイ。マイナス21キロ。すごくない？人間は本気で頑張れば半年で21キロ減るらしいよ。しかも、まあ、最初のスタートダッシュでどっと筋肉も落ちちゃったっていう話したんですけど、そこが落ちちゃったタイミングからは、そのちょっと筋量を上げてずっとキープをしながら、これてる状態です。体脂肪率が 8% 落ちてます。やばい。でも 8% ってどんぐらい落ちたのかちょっとよくわかんないと。グラムで言うと、21キロ減ったうちの17キロ分は全部体脂肪として落とせてる。体脂肪が17キロも減ったの？そう。それは焼肉屋のおろしぐらい。こんだけ21キロも落として筋肉は3キロしか落とさず、17キロは全部。私一人で焼肉屋。すごいです、めっちゃ。すごいじゃん。頑張りました。体脂肪率 50.7 から、42.7 だったので、 50.7 って体の半分が体脂肪。そうだよね。危険生物ですよ。まだ多いけど徐々に人間になりつつある。あと見た目が変わった。今日もお話ししたけど、見た目がすごいがっつり変わった気がします。確かに昔だったらちょっと狭い道は絶対通らないようにしたけど、狭いなと思った。狭いなちょっと無理だなと思った。遠回りしてたけどガンガン行くようになった。行けるなみたいな。そして前回からの1ヶ月間ホルモン治療とかもされてたんで、そういう状態の中での落とし方っていう部分を見ていく上でもちゃんと落ちてます。お薬を見ながらでも頑張りました。9月11日、体重が87.4 から本日 84.7 なので 3kg ダウンです。あんなにちょっと心がすさんで引きこもってたのに 3kg 減りました。よかった。よかった。本当に不安だったから。よかったです。本当によかった。マジ でしかも筋肉がすごいんですよ。前回 45.7 の本日 45.7。 いやすごくない？なんかもうあんまり食事を意識しすぎると本当に便秘になってずっと出なくて若干血なのね。もうちょっとお尻痛いの。全国ネットで。いや、まあ、世界中が見ています。だからあんまりそこまでなんかタンパク質をすごい意識した食事に取り組んだわけではなかったけど、筋肉落ちてなくて本当良かったなって思って。体重が結構メインだったのが良かったなって思って。そうだね。好きなものばっかり食べてた。大量の魚たちを摂取しました私。タコと。そうだタコだ。ちょっと落ちた。ちょっと飽きたもん。何キロ分落ちてます？ 2%。 かなりいい状態だと思います。最初2キロ減った。2キロ減りました。残りの1キロどこ行ったの？水分だったりとか、あとはお腹のうちだったりとか。あ、そういう、それが便秘なのだって。そういうものもあるので、体脂肪としては今ちょっと出たの。
え、1キロ保ってたから途中の中ではかなりいい結果を出せていると思います。よかった、安心しました。はい、これをね頑張っていこうと思うよ応援したいと思うよ。ありがとうありがとうでもよかったね。なんか油が浮いてるけど緊張です、本当に大変だったからこのペースで頑張っていこうと思いますはい、いかがだったでしょうか。無事半年で21キロ痩せることができました。本当よかった本当人間やればできるもんなんですね。あと前回9月11日から約1ヶ月経って無事3キロ減りました。前回からの比較写真とスタートからの比較写真を毎月撮ってるんですけど、今回は半年経ったということで、ちょっと今までのを全部ちょっと並べてみました。こちらご覧ください。ダン！いや、すごくないですか？私も見るたんびに人ってこんなに変わるんだなって改めて本当に思っています。すごすぎる。いや、すごいでも本当に毎回言ってるんですけど、そんなにすごい頑張ったっていう、ダイエットに関してはね、頑張ったっていう感じはしないんですよ。なんかダイエットを頑張ったっていうより、私事なんですけど、学校通ってたり早朝アルバイトしてたりとか、そっちの方が大変、頑張ってはいない気がするんですよね。ちなみに21キロ痩せると何が変わるのかっていうと、一番見た目が変わりますよね。そりゃそうだ、メイクが楽しくなるっていうのが多分一番大きいかなって思います。やっぱり私が言うのもなんですけど、105キロの割にはまだ小顔だったんですよ。105キロの顔の大きさにしてはちょっと小顔なタイプだったんですけど、やっぱ105キロもあると目の上にもお肉が乗ってたり、あとここにお肉がいっぱい今よりもあったので、ここら辺とか、こうどんなにメイクをしても目が埋もれるんですね、肉で。今は普通に肉がそげ落ちたせいで目がすごく大きくなりましたあと前よりも若干鼻は高くなりましたそうですね、顔の凹凸がすごい出てきたんですよ。凹凸が出てくるとやっぱメイクもどこがデコでどこがポコなのかが分かりやすくて、メイクがとってもしやすいです。完成形も105キロの時とか、メイクしてもメイクしても目は大きくならないし、メイクしてもメイクしても鼻は高くならないし、いやっていう感じだったのに、今はちょっと塗っただけで目大きくなるし、ちょっとやっただけで鼻も高く見えるんですよ。これの違いってかなりすごい、自分の中でねモチベが上がります。だいぶなんか顔違うなみたいなこんなに人って顔が変わるもんなんだなって改めて思っていますこれ言ったっけな、寝やすくなりました。すごく。今まで背中とか肩周りとかここら辺にすごいお肉がついてたので、ふっかふかのベッドに寝ると、体がね、埋まって、もう首もこうやって埋まって息しづらかったんですよ。で、苦しくて目が覚めるっていうのを何回も何回も繰り返してたのが、なくなりました。自分の肉に窒息死させられてたんです、ずっと今まで。そういうのがなくなって、すごい熟睡できるようになりましたね。今まで本当にあんまり寝れなかったんですよ。苦しくて目覚めちゃうから。本当寝れなくて、あと、枕も低いと、こう横に寝返り打った時に、こう腕のお肉がついてるから、体に厚みが出すぎちゃって、枕低いとここに隙間出ちゃうんですよね。それも、なくなりました。打ってた時は枕2個ないと寝れなかったんですよ。今ちゃんと無事1個で寝れます。いや、もうそれって結構でかいですよね。睡眠の質が変わってくると結構メンタルにも影響してくるので、こうメンタル影響すると普通の日常生活が生きづらくなるから、本当に痩せてよかったなって心の底から思っています。太ってた時は太ってた時で、私的には、
ぽっちゃりも可愛いじゃんって本気で思ってたんですよ。私、渡辺直美さんが本当に好きで、彼女とっても可愛いじゃないですか。すごいおしゃれだし、すごいポジティブに生きてる感じが、あの感じがとっても好きで、全然丸くても可愛いじゃんって思ってたんですけど、痩せた方がね、楽です。膝も痛くならないし、場所も取らないし、歩きやすいし、自転車はパンクしないし、本当に私月一でチャリンコパンクしてたんで、どんなにパンパンに空気入れても私が自転車乗ったらタイヤペチャンコになるぐらいだったんで、もうチューブがね、ダメになって、交換しました。結構自転車へのダメージはでかかったと思います。本当にいいことずくめ。もっと早く痩せとけばよかったなって思うくらい。ダイエット頑張っている方、一緒に頑張りましょう。めちゃくちゃ快適で、無理してガリガリになる必要性はないと思うんですよ。でもある程度体重を軽くするだけでこんなに生きやすくなるんだっていうことが分かっただけで、私的にはすごくすごく大進歩大進歩です。体のね、サイズを前回からどのぐらい痩せたのかっていうサイズも測ってきましたので、ちょっとご覧ください。どうぞ。はい、いかがでしょうか。今回はね、全体的にまんべんなくお肉がそぎ落とされました。すごく大幅に痩せたわけではないんですが、洋服を着た時とか痩せて見えるようになりました。あ、間違った、痩せてはないんだけど痩せてはないのよ。全然まだまだ普通に BMI でも体脂肪率でも何から何まで全部肥満なんだけど多少ね、昔に比べればね、マシになれたっていう話。実は本当に本当に今回の測定結果不安で、前々回の動画でも本当に疲れちゃって、もう一週間何もしないで引きこもりましたみたいな動画とか、その前にももう食べちゃったとかいう、もうクズな私をお見せしたと思うんですが、そうなんです、1ヶ月の半分はほぼダイエットしてないんですよね学業に専念したいということで、というかもう学業に専念しないと私の体がパンクするということで、実はジムとホットヨガの行ってる回数をかなり減らしました。普段ジムは週2回行ってまして、ホットヨガに関してはすごい多い時で週5、まあ平均で頑張った方だなっていうところで週3、大体平均で週2ぐらいは行ってたんですけども、今はですね、ジムを週1回、あとホットヨガを週1回、計週2回しか私は運動していません。あとは全て食事制限のみで月3キロ痩せました。いやー、痩せれてよかった。無事本当に痩せれてよかったなと思ってはいるんですが、しかも私、ホルモン治療をしていて、ホルモン剤を飲んでいる状態で筋肉量をキープして、体重も落とすことができたというちょっとミラクルが起きたんですね無理して頑張りすぎても逆にそんなに減らないし、メンタルがやられるだけなんで、本当に無理しない程度の運動で痩せていこうと、自分が落ち着くまではそういう風にしていこうかなと思っている所存でございます。私は半年で21キロ痩せまして、今月は無事3キロ痩せることができました。ありがとうございます。もう本当に私のメンタルがやられそうな時、くじけそうな時、本当に皆さんのコメントで私は助かっております。皆さんのおかげで私はもうダメだっていう時も、このコメントを見てね、本当に涙したから、本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。本当皆さんのおかげで私は本当に本当に痩せることができたと本当に思っております。本当にありがとうございます。次回はですね、私、アラフォーダイエッターはどうやって21キロ痩せることができたのか、今まで痩せる方法だったり、こういう風にしたら私は良かったよっていう、動画をちょこちょこ上げていってたんですが、実際、今半年間きっちりとダイエットをして、どういう風にやって21キロ痩せたのか、
どのようにダイエットをしているのかっていう動画をちょっと詳しく、最初から最後まで詳しくちょっと説明をさせていただきたいなと思います。私のダイエットの仕方を共有できたらなと思っておりますので、よろしければちょっとチャンネル登録をして楽しみにお待ちいただければと思います。ももちゃん頑張ってダイエットしてるなと思ってくれた方、グッドボタンも押していただけると私は喜びます。そしてすごく痩せます。押してくれるだけでガリガリになるので、皆さん忘れずにグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。本日の動画はいかがだったでしょうか。実は週2回の運動で家にいるときは常にゴロゴロしてるだけなのに、無事今月は3キロ痩せることができました。忙しすぎてストレス溜めて食事が増えるくらいなら、運動量減らして自分に休みを与えた方が痩せるみたいなので、この方法でしばらく頑張っていきたいと思います。次回はなぜ運動してないのに痩せれたのか、ダイエットの始め方などをお話ししていこうと思います。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。